いたー。あらら、やっぱインフルかかってますね。やはり、そうですか。それにしても先生、インフルの検査って結構辛いですよね。インフルエンザ、あるある。大人でも涙が、めちゃ痛い鼻ほじほじ検査。あ、大人だからこれでやっちゃったけど、痛くないやり方もあるのよ。やっぱ小さい子は嫌がるじゃない？ってことで最近はね、鼻を噛んでもらって鼻水を採取、その鼻水を調べて、感染してるかわかる検査キットがあるの。マジか、そっちがよかった。まあもう済んじゃったし、気にしない気にしない。ということで、治癒証明出るまで、明日からは自宅待機ね。はぁ、年末の忙しい時期なのに、会社に居づらいな。同僚にも申し訳ない。インフルエンザ、あるある。学生時代は明日から休みだ。嬉しいが。大人になると、単純には喜べない。はい、最近テレビでもインフルが流行ってきたというニュースが、ということで本日は、去年の冬に一回あり、まさかの主チャンネルの動画の中で、再生数第2位というこちら、インフルあるある、第2弾をお楽しみください。何よあいつら、私を見るなり急に襲ってきて、ようやく逃げれたみたいだけど、何よあの化け物は一体、なんかずっとつぶやいてたみたいだけど。かまーかまーかまー。そうそう、そんな感じそんな感じって、じゃあ。は、ゆ、夢か。高熱のせいかしら、あんな夢見るなんて。インフルエンザ、あるある。高熱でうなされ、怖い夢、見がち。はい、特に小さい子だと高熱の際に、意味不明な言動や行動をする子も、どうやらこれは高熱で幻覚や錯覚が見えてしまい、パニック状態になる熱専門という症状らしいのですが、この怖い夢を見てしまうのも、熱専門の影響かもしれないようです。それにしても、汗びっしょりね、着替えないとまた風邪ひいちゃうわ。インフルエンザ、あるある。真冬なのに、目が覚めた時、汗でびっしょり。何してんのかな？台本では今のセリフでラスト、次のネタ行かないの？あ、せっかくなので着替えシーンまで。ふざけんな、とっとと次行け。メガー。暇だな、暇。熱はすっかり下がったけど、明日までは自宅待機。現在午前11時過ぎか。学校は今4時間目、木曜だから体育で。うわ、みんな今まさに時給走の真っ最中。時給走休めたのはなんかめちゃ得した気分。インフルエンザ、あるある。なんだかんだで、今頃あれやっている時間だなとか、結構、学校のことが気になっちゃう。これね、最初は学校休める、ラッキー、なんて思ってるけど、家で暇だと、つい自分以外にも休みの人いるかな、とか、嫌いなはずなのに、学校のこと気になったり考えちゃうのよね。うわ、インフルかかる前から3キロも痩せている。気持ち悪くてゼリーとかばっか、食べてなかったから、まあ当然か。インフルエンザ、あるある。短期間で、血行がつり痩せる。これがダイエットだったら、ものすごい成果なのに、健康の時はやめたくても、ついついお菓子とか我慢できないんだなこれが。いやー、1週間休んでたから、プリントやら返却された小テストやら、机がカオス状態。インフルエンザ、あるある。久々の学校、プリントやら返却物で、机の中カオスに。そしておいこら、誰じゃゼロ点の小テスト机の上にドカンと置いたやつは。はい、ということでこれからインフルが一気に増えてくる時期。皆様、体調管理にお気をつけくださいませ。それでは以上、第2回、インフルあるあるでした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。